休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。大西健介君。大西君。民主党の大西健介でございます。定速数が足らなかったということで始まりが少し遅れましたけれども、うちも一人来てませんので大きなことは言えませんけれども、ぜひ与党が責任を持って定速数満たしていただきますようにお願いを申し上げたいというふうに思います。時間が限られてますので早速質問に入ってまいりたいというふうに思いますけれども、まず冒頭に午前中も話がありました。インフレになった場合に実質的な年金額、年金支給額が目減りをするという問題、今日も柚木議員からはですね、さまざまなパターンについて、緻密な議論というのがあったんですけれども、その中で例えばその、物価が上がるのに合わせてではなくて、賃金の方の上昇がですね、遅れるようなパターンというのもありましたけれども、ただ私もちょっと複雑で正直言ってなかなかついていけない部分があって、私はもっと単純に考えてるんですけれども、この間ですね、この委員会での質疑を通して分かってきたことというのは、まず第一にはですね、アベノミクスで物価が順調にこう上昇していけば、特例水準が思ったより早く解消する可能性が高いということ、それから特例水準が解消されると、今度は、マクロ経済スライドがスイッチオンになって、そして、マクロ経済スライドが発動されれば、年金額の改定率というのは物価の上昇率から、1% 程度、0.9 であったり 1.2 であったりしますけれども、スライド調整率が引かれますから、当たり前ですけれども、年金支給額ほど物価ほどの年金支給額は物価ほど上昇しないと、ですから名目の金額が増えても実質的な年金支給額は目減りをすると、ここまでは多分皆さんアグリーなんだというふうに思うんです。で、17日の委員会の会議録を私もう一度読ませていただきました。で、そうするとですね、大臣はマクロ経済スライドっていうのはそもそもそういうもんなんだという趣旨の答弁をされているんですね。で、私はそれもその通りだと思うんです。ちょっとうちの他の委員がどう言われるか分かりませんが、私はある意味、大臣の答弁とその通りだと思うんです。で、ただ問題はですね、今日午前中も長妻議員も触れられておりましたけれども、国民の皆様、特に高齢者が、アベノミクスでこのままインフレがどんどん進んでいくと、実質的な年金支給額が目減りをするということを十分に本当に理解をされておられるのか、今日もその議論ありました。それから、マクロ経済スライドという仕組みは確かに、本来そういう仕組みであって、それが働かなければ年金財政の長期の安定というのは得られないわけでありますけれども、急激なインフレと、例えば本来は別の話でありますけれども、消費税率の引き上げというのが、偶然に重なってきた場合にですね、何も手を打たないで年金生活の高齢者の生活というのが本当に守られるのかどうなのか、ここはまた別途の議論が私は必要だということをふうに思っているんです。で、こうしたことはですね、何も我々が野党としてですね、委員会で指摘をしているだけじゃなくて、いろんな識者の方々もこのようなことは指摘をされております。で、私はその代表的なものをですね、今日資料として皆さんのお手元に配らさせていただいております。まず一つ目は、大和総研の首席研究員鈴木仁さんが書かれている記事でありますけれども、エコノミスト誌の記事です。どうなる年金、物価上昇分ほどは増えず、20年で2割の減額が待ち受けるというふうに書かれています。で、下線を引いてある部分の後半部分ですけども、1% のスライド調整率が20年間続けば、年金受給者の購買力は約2割低下をする。また、実質賃金上昇率を 1% とすれば、現役世代対比で見た年金受給者の生活水準は3割以上低下をするということが書かれています。それからもう一つの、論説ですけれども、1枚めくっていただくと、2% インフレの隠れた目的という、小黒一正、一橋大学の教授の論説でありますけれども、ここで書かれているのは、マクロ経済スライドが順調に稼働したときは、貧困高齢者が急増していき、今の若い世代が高齢者になる2050年には約 25% にも達するとし、このような年金給付の実質的削減こそが 2% インフレの実現を期待するもう一つの隠れた目的なのであるというふうな指摘をされているんです。で、そこで改めて、もうこの間何回も何回もこの委員会で議論されていることでありますけれども、今私は申し、紹介をした識者のこの文章を見ていただいてですね、
2年で 2% というインフレをですね、政策誘導するのがアベノミクスですよね。そのことによって実質的な年金支給額が目減りをすると。それが消費税率の引き上げと他の負担増と重なってきたときに、高齢者の暮らしは本当に大丈夫なのか。それでもなお大臣は、いや、マクロ経済スライドっていうのはそういうもんなんだから、これは仕方がないのだと言い切られるのかどうなのかということについて、もう一度ご答弁いただきたいと思います。田村厚生労働大臣。委員もおっしゃられましたとおりですね、そういうことを前提で、民主党政権時代もご理解いただく中において特例水準を解消しようということをご理解いただいて、マクロ経済スライドが実はインフレ化でしかこれ効かないからこういうことになるんで、それじゃ年金持たないではないかというのでデフレ化で効くようにした方がいいんじゃないかというご議論も当時民主党であられたことも覚えておられるというふうに思います。ですからそこは共有の認識が自民党にも民主党にもあるんだろうと思うんですね。で、そして民主党の実は年金制度も中見ていただくと分かると思いますが、賃金上昇率に対しまして、みなし運用利回りということで民主党は100年間下がり続ける制度設計になっているんです。我々はマクロ経済スライドで、厚生年金は2019年まで、国民年金部分は2038年までで止めるんですが、民主党の年金制度案というのは実は100年間下がり続けるというような制度設計になってたんです。で、そこはだからどうだという話じゃないです。どういうことかというと、つまり年金を均衡させようと思うとどうしたって今もらっている方々の水準は高い。そしてそれを均衡させるためにはその水準を下げていかないと均衡しないという中において、長期計算の中でお互いにそういうものを作っておるということが年金の仕組みであるということであります。大西君。ですから私はさっきまず言ったように、他の委員がもしかするとそうじゃないと言われるかもしれないですけど、私はマクロ経済スライドというのはそういうものだということは認めてるんです。ただそれを 2% インフレを2年間でという、こう、急激なインフレを政策誘導するわけです。そのことによって、3年間で解消していこうという特例水準も早く解消されて、スイッチオンが早く入って、そしてそれに別の話だけど、消費税率引き上げだとか、いろんな負担増が重なってきたときに、年金財政にとってはこのマクロ経済スライドは必要なんです。ただ高齢者の暮らしがそれで本当に大丈夫なんですかということを言ってるんですね。ただこのことはもうこれ以上言っても多分水かけ論になりますから、ただ今そのことはこの委員会の審議で私は明らかになったと思います。ですからこれは私はあえてアベノミクスの不都合な真実というこのことをですね、ちゃんとですね、参議院選挙でも有権者の皆さんにお訴えいただいて、そしてご理解をいただいて審判を得ていただきたいということをお願いして次の問題に移っていきたいというふうに思います。次に法案の中身、まず厚生年金基金制度の見直しについてお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、民主党政権で検討されてきた案と今回の案の一番大きな違いというのは、一部の基金を、健全な基金を残すかどうかということですけれども、この部分については我々はすでに修正案を提出をさせていただいております。で、先日の本会議でもこの話があったんですけれども、いまだですね、その答弁を聞いて、私はあえて残す理由というのがですね、納得がいかないんですね。そして、そこにですね、さまざまなことが新聞でも書かれていたりします。例えば、手数料を取るですね、銀行業界からですね、残してくれという話があったから残したんじゃないかと、あるいは民主党政権が作った案をとにかく少しでも変えたいから、そういうことで残したんじゃないかとか言う人もいますけれども、私はですね、そこに厚生労働省にとって貴重な天下り先になっているですね、厚生年金基金を少しでも残したいということがあったんじゃないかと、やっぱりそういう邪推がどうしても働いてしまうんです。で、私は厚生年金の一部を国から預かって、そして運用するというこの代行制度そのものが、代行制度があるから年金官僚が厚生年金基金に天下るというその理由になってきたという部分は、これは否めないというふうに思うんですね。で、そこで改めて厚生年金基金への天下りの実態についてですね、ここで皆さんと確認をしておきたいというふうに思うんですけども、皆様のお手元にですね、厚生年金基金への国家公務員等退職者の再就職状況調査という、資料をお配りをさせていただいております。ご確認をいただきたいんですけども、全体の 63% に当たる、366基金に天下り役員がいて、で、そのほとんどは厚労省、旧社保庁の出身者なんです。そして、国家公務員 OB の役職数、役職員数、全部で721人です。うちなんと689人が厚労省社保庁の出身者なんです。これはやっぱり普通じゃないんですよね。
自然な状態ではないというふうに言えると思います。そして3番目のですね、保守重視をつけた公募状況というところですけれども、ここにはこう書いてあります。役員に国家公務員再就職者の伊豆366基金中、平成22年9月以降に役員任期が到来したのは200基金、うち役員の公募を実施した基金は37基金と書いてあるんです。200基金、その期限が到来したのに、なんで37基金しか公募しないのかと。これ全く私には理解ができないんですけれども、皆さんのお手元にはですね、もう一枚めくっていただくと、過去5年間に厚生年金基金に再就職をした、厚労省 OB の一覧というのも配布をさせていただいております。これを見ると、2010年の9月にですね、当時の長妻大臣が、役員については公募にできるだけしてくださいということを通知をしている後もですね、ちゃんとこうやって天下りしてるんですよ。で、なぜこの長妻大臣のですね、通知というのが守られなかったのかというふうに考えているのかということについて、田村大臣からご答弁をいただきたいと思います。田村厚生労働大臣。委員にですね、前段の部分をちょっとご説明させてください。先ほどですね、アベノミクスで要するにマクロ経済スライドと、それから特例水準解消されると言われましたが、実はですね、2014年に消費税を引き上げます。で、消費税を 5% から 8% で引き上げると、当然物価も引き上がるわけでございまして、3% 部分、これはまあ一概には言えませんが、大体この 3% 消費税が上がると、2% ぐらいは物価が上がるということになりますから、アベノミクスの効果が出る以前に、まず消費税で上がるという可能性があるという中において、今言われたようなですね、年金が上がらないという可能性があるということでございまして、そこは正当な話の中でご理解をいただければありがたいというふうに思います。で、今の点なんですが、まあ、これは私も、長妻大臣の時のことをですね、どう判断するのかってなかなか難しい、どうお答えしていいのかわからないんですが、まあ、即分するとと言いますか、まあ、私なりに推測をさせていただきますと、長妻大臣が、とにかく書簡を出されましてですね、これ、公募によるものをしろというふうに出されたわけでありますが、実施率が2割という状況でありました。で、それはなぜかというと、十分に理解が進んでいないとしか、まあ、考えようがないということでありまして、まあ、そこでですね、小宮山大臣の時に、昨年の3月30日付でですね、公募の手続きについて具体的に定めた事務マニュアル、このようにやりなさいよというようなマニュアルをお出しをいただいたということ。それからですね、各基金の役員の改選時には改めて各地方公正局からですね、基金に対して個別に公募要請を行い、その実施状況について報告を求めることというようなところとしたようでございます。大西君。じゃあ田村大臣はこれを踏襲されてですね、今回一部基金残るということですけど、そこからは天下りを完全に排除していくという方針でやっていかれるつもりなのかどうなのかお答えいただきたいと思います。田村厚生労働大臣。それにのっとってですね、こういうような方針を出されておられますし、まあ、我々も考え方は同じでございますから、こういうところにですね、天下りがあって、誤解を招くようなことがあってはいけないというような認識であります。まあ、ただですね、一つ言えますのは、人事権はですね、これ、直接基金の役職員について、我々解任権はないんですね。ですから、要は長妻大臣もこれだけ書簡を出されたんですけれども、辞めさせることができなかったというのはそこにあるんだと思います。まあ、ちなみに、これによってどれぐらいの基金が残るかは分かりませんが、天下りされている。しかし、今、天下りと言っているかどうか分かりませんが、OB がおられる基金もですね、もう解散を打診してきておるような基金もございますので、まあ、それも含めてですね、しっかりとした対応、こちらもさせていただきたいというふうに思っております。大西君。確かに人事権はないんですけども、やっぱり言ったことがサボタージュされてるんだったら、これは舐められたって話になるんで、ぜひしっかりとやっていただきたいと思うんですけども、なぜそこにこだわるかというとですね、今回 AIJ 投資顧問が年金基金を消失させたこの事件でですね、社会保険庁 OB が代表を務めているコンサルタント会社が OB 人脈を使って AIJ をどんどん紹介をしていったと、そのことによって被害が拡大したという指摘があります。で、その OB というのはですね、石山勲氏なんですけれども、お手元にですね、週刊東洋経済に掲載をされた石山氏のインタビューというのをですね、皆さんのお手元にお配りさせていただきました。これをご覧いただくとですね、
その中にはですね、このコンサルタント会社を作った時の資本金も AIJ に出してもらっている一部、あるいは役員にも AIJ の関係者がいる、そして石山氏自身がですね、社保庁人脈を通じてこの AIJ の商品が広がったこと、あるいは自分自身が広告塔に利用されたことについても一部ちゃんとご本人も責任を認めておられるんです、このインタビューの中でですね。そこで社会保険庁 OB 人脈を通じて AIJ 事件のこの被害が拡大したということに関する認識とその責任について厚労省がどうお考えになっているか、これ年金局長からで結構ですのでお答えいただきたいと思います。香取年金局長。ご答弁申し上げます。AIJ 事件発生後に当時の辻副大臣のもとにですね、特別対策本部を設置いたしまして、公益基金の運用体制についての実態調査というのを行っております。その中で AIJ に委託の実績のある89の基金につきまして、どういう経緯で AIJ を知ったのかということについて調査をしております。それによりますと AIJ を知ったきっかけとして一番多いのは個別の勧誘によって契約に至ったというのが約 50%、 から他の基金から話を聞きましたというのが 14% で、運用コンサル経由というのは 5% ということになっております。でこの、88の基金の中には国家公務員の OB のいる基金、いない基金あるわけですけれども、それぞれ別々に取りましてもほぼこの割合には変わりがなかったということなので、ご指摘のその OB の方がどういうご認識かということは、さておき、この調査結果から見ますと、OB の存在と AIJ の委託というのが直接に、OB 人脈によって、広まったということは直接にはちょっと言えないという、そういう状況にあろうかと思います。でまた別途基金の上に関しましては、さまざまな形で透明性を確保するということで、今さっきの役職員の公募のこともそうですが、あとこういったその運用のコンサルを使う場合には金融商品取引法に基づく登録を行っていること、あるいは当該コンサルと個別の運用会社との間に関係がないことを確認するといったようなことを、運用のガイドライン上を明確にして、そういった問い合わせをするようにという指導を行っているところでございます。以上。大西君。今の答弁、私ちょっとびっくりしたんですけど、ここに至っても関係ないんだとおっしゃるというのはですね、どうなんだろうなと。確かにコンサルから直接聞いたわけじゃないからけれども、それぞれの基金にですね、OB がいて横で連絡取り合ったりしてこんな商品があるぞみたいなことはですね、おそらくやってて、それがやっぱりつながっていることは間違いないと私は思うんですね。いろんな今そういうデータを示してということではありますけれども、私はやはり素直にお認めになった方がいいんじゃないかなというふうに思います。それから AIJ の営業販売部隊を担ってたのはですね、 ITM 証券という会社ですけれども、実は、後藤法務副大臣、この ITM 証券との関係についてですね、過去にインタビューに答えられています。そこで、本日は、副大臣、後藤副大臣に本委員会に出席をお願いしておりますので、直接ですね、事実関係を確認をさせていただきたいと思います。でまず後藤副大臣、ITM 証券の株式を、これまでに取得をしたことがありますか。取得の時期、保有株数、それから、そうした事実関係と合わせてですね、取得に至った経緯についてご説明をいただきたいと思います。委員長。後藤法務副大臣。委員にお答えを申し上げます。私は現在、ITM 証券株式会社の株式を200株保有をいたしております。これらはすべて国会議員に初当選する前の平成12年に購入したものでございます。大蔵省退職後、当時マスコミでも新しい業態の証券会社として取り上げられておりました。ITM 証券の株式の購入を知人らに勧められまして、資産の運用の一つとして購入したものと記憶をいたしております。大西君。ありがとうございます。しっかりと事実関係説明をいただきましたけれども、もう一つ確認したいんですけれども、ITM 証券の関係者から寄付を受けたり、パーティー券を購入してもらったことというのはありますでしょうか。委員長。後藤法務副大臣。パーティー券につきましては、私の政治資金管理団体である投信会において ITM 証券に平成13年6月7日に40万円、平成14年6月18日に40万円を購入していただいております。寄付については投信会において ITM 証券の代表取締役である西村氏から
平成12年6月13日に50万円の給付を受けております。また自由民主党長野県第4選挙区支部において ITM 証券から平成15年10月31日に10万円、平成21年11月27日に10万円の給付を受けております。以上。大西君。後藤副大臣からですね、隠すことなくしっかりとお答えをしていただいたことについてはですね、感謝を申し上げたいと思いますけれども、 AIG にとってはですね、過去のことではありますけれども、いまだ株式は取得したままになっているわけですよね。大蔵省証券局の総務課での勤務経験を持っておられる副大臣がですね、株主に名前を連ねておられるということはですね、これはある意味で会社の信用力を担保する意味で大きな意味があったというふうな捉え方もできるというふうに思います。老後の支えであるはずの年金資産2000億円が消失したというのがこの AIJ の事件なんです。この詐欺にあった被害者の皆さんのですね、憤りや怒りというのは計り知れないものがあるというふうに思いますけれども、今お答えをいただいたような内容があったということについてですね、それを知った被害者の皆さんがですね、今この法案がこの国会に出されていて、それを出している安倍内閣の一員である副大臣がそういう関係に ITM 証券とあったということについてですね、被害者の方々がどういうふうに感じられるのかと、そのことについて副大臣自らのご責任についてどう思われているかお答えいただきたいと思います。委員長。後藤法務副大臣。ご質問にお答えする前に一つ、補足をさせていただきますが、先ほど申し上げましたパーティー券寄付券等につきましては、副大臣に就任するにあたりまして、政治資金法にのっとりまして、適正に届けられたものであるというふうには思っておりましたけれども、社会の耳目を集め、多くの被害者を出した事件の関係者や会社からの寄付金等であるために全額返額することといたしまして、当時顧問弁護士を通じて相手方弁護士になかなか連絡が取りにくかったんでありますけれども、本年2月1日に全額返金をいたしていることだけはちょっと補足をさせていただきたいというふうに思います。またITM 証券の株主となったことは当時事実でありましたけれども、AIJ と ITM 証券の資本関係や取引関係ができたのは、それから当時は私全然知りませんでしたが、だいぶ経ってからのことではあります。で、私は株主でございましたけれども、ITM 証券の経営には一切タッチしておりませんでしたので、本件についての詳しい事情は現在でもよくわかりません。しかし、経営再建のために AIJ の実質的支配下に入った ITM 証券が、投資家に迷惑をかけたということは株主としても誠に残念なことであるというふうに思っております。大西君。返されたということは私は適切なことだと思いますし、ただやっぱり先ほども言いましたけれども、いまだにその株式持っておられるわけですから、被害者の皆さんがそれをどう、今そのこの法案がここにこうやって出されて審議に訴状に上がっているわけですから、どう感じになっているかということはぜひですね、胸にしっかり手を当てて考えていただきたいというふうに思います。後藤副大臣、ここで結構ですので、ありがとうございました。次にですね、第3号被保険者の記録不整合問題への対応について質問していきたいというふうに思うんですが、まず確認をさせていただきたいというふうに思います。本法律案では、交付の日から特定保険料の納付の期限までのおよそ4年9ヶ月にわたり、年金額を現に受給している額のままとする特例措置を講じていますけれども、この4年9ヶ月という期間の過払い相当額については、返還を求めるのかどうなのか、このことについてですね、もう端的に求めるのか求めないかということをですね、事務方からで結構ですね、お答えいただきたいと思います。香取年金局長。ご答弁申し上げます。ご指摘のありました、納付実績に見合った追納が行われなかった部分につきましては、追納期間終了後に額を改定すると、それから後につきましては言及いたしますが、遡って返還を求めるということはいたしない対応になっております。これは一昨年民主党政権時代に提出しました、廃案になった、昨年の解散で廃案になりました法案と同じ内容でございます。大西君。
そうなんですね、返還求めないんです。それじゃあ、今から私が会議録を読みますんで、大臣、ちょっとこれ、よく聞いておいてください。過去に保険料の納付に基づかなく支給されたものについて、あえて訴求をして返還を求めないという、やはり我々そもそももともとやっぱり保険料に基づいて初めて年金は支給される、その原則はしっかり堅持すべきだと思いますが、それ以上に私自身問題となっているのは、過去の分ではなく、これから5年間分も含めて訴求を求めないという中身になっているわけであります。簡単に申し上げますと、交付して半年以内に施行されるということになっております。そして施行後2年経ったところで、先ほどご説明があった特例納付が行われ、そして特例納付は3年間でございます。それの終了するまでは今と同じように支払われ、しかもその分については、運用3号で適用された方は除外されておりますけれども、それ以外の方の分については払い続けると、こういうふうになっているんです。これまでだけでもいろいろ問題あるし、これから5年分近い分について訴求しないという原則論はいかがなものかとという会議録なんですけれども、今大臣、私読んだ会議録、誰の発言かお分かりですかね。もし分かれば、私、田村大臣だったら分かるんじゃないかと思うんですけど。田村厚生労働大臣。いろんな思いの中でですね、私が申し上げたんだろうというふうに思います。違いますか。大西君。すいません、大臣じゃないんです。大臣じゃないんですけども、これは、昨年7月19日のですね、参議院の社保税一体改革特別委員会での加藤勝信衆議院議員の発言なんです。で、加藤議員はですね、ずっとこの委員会で田村大臣と一緒に、理事を務めておられました。で、現在は安倍内閣の官房副長官です。で、今読み上げた会議録の発言は、先ほど局長に答えていただいた内容とは、全く逆のことを言ってるんですね。与党になってですね、考え方が変わりましたというのは私あっていいと思います。思いますけども、問題は、この発言がなされた文脈なんです。加藤氏のこの発言というのはですね、今、同じく安倍内閣で官房副長官を務めておられる世耕議員の質問に対して答えてるんです。で、世耕さんがまずこう言ってるんです。さて、これ、自民党としてこの主婦年金追納法案の早期成立に協力する用意があるのかどうか、今、長妻さんから言われました。これは我が党の年金問題のスペシャリストである加藤勝信議員にお伺いしたいと思いますと。で、そう言って今度は加藤さんが今回出していただいている法案について与党側から早く審議をする云々という議論もあります。しかし同時にやっぱり中にいくつか私は問題点があるかように考えておりますと言ってるんです。で、そこで今度世耕議員がじゃあ具体的に加藤議員何が今出ているこの主婦年金追納法案の問題点、自民党として懸念している点なんでしょうかと言って、先ほど私が読み上げた快楽になっているんです。つまりですね、自民党が主婦年金の追納法案の早期成立に協力できないその理由は、今言った5年分を返還しないということが問題だから応じられないと言っているんですよ。これさっき午前中にですね、古谷委員の質問に対しての大臣の答弁でいろいろ言われましたけれども、先日の本会議で、安倍内閣が今出している法案と、今言ったようにですね、安倍内閣が出している法案と、今二人の官房副長官がですね、安倍内閣の官房副長官がですよ、過去に、こういう理由だから、審議にこれじゃ応じられないと言っていたのと同じ法案を出してきてるんですよ、今。で、午前中は古谷委員の質問に対して大臣はあのようにお答えになりましたけども、先日の本会議でもですね、長妻委員から、なんで我々が出したときには、審議してもらえなかったんですかと言ったらですね、それは社保税一体改革関連の法案の審議もあり、結果的に、衆議院開催で廃案になったと言ってますけども、これは今の会議録を読むとですね、違うんですよ。今の会議録を読めばですね、審議してやってもいいけど、5年分の過払い相当の返還を求めないようになっているから、審議には応じられないんだと言ってるんです。そして今、皆さんがですね、ダメだと言った同じ内容の法案を出して我々に審議してくださいと言ってると。これは私理不尽じゃないかと思うんですけども、大臣どうなんでしょうか。田村厚生労働大臣。私が言ったのかなと思ってました。違ってまして、すいませんでした。実はいろんな議論があったんです、自民党の中で。加藤さんのようなご議論。私はその中間だったかな。あと、いやいや、民主党のような意見も一つとしてあるねというご議論もありまして。党の中で意見を集約をしなきゃならない。しかしですね、他にもいろんな法案がありますよね。で、それぞれ党で自民党の中で党内手続きやっていかなきゃいけないわけであります。一方で国会では各法でいろんな法案が出てくる中で、私はその当時野党の筆頭理事、当時の与党の筆頭理事の方の名前はあえて言いませんけれども、その方といろんなご議論をやっておりました。時間をかけてどうしよう段取り組んだときに、いや、この
運用3号、この法律ですよね、年金の記録の不正誤問題、この法案をやるのには党内で議論をしなきゃいけないけど、どれをやろうって言ったときに、早いものからお願いします、こういう議論だったんですね。でもう一つ、大きな問題がこの時ありましたが、それはもうここでは申しません。どうしてもおっしゃるって言うんならば、それはその方のご許可を得て申し上げますけれども、大きな問題があったんです。その問題をやはり乗り越えるか乗り越えないかというのは、この法案を審議する上で大変大きな問題点であった、ご議論であった、こういうことがあったことも実は理由でありますが、もうこれ以上もう聞かないでください。聞かれない方が私はいいと思いますよ。委員長、西君。その話とですね、今言ってるこの間本会議の答弁と、今言ってるこの会議録に残ってることはですよ、違う、5年分の変化を求めないことが理由だから審議できないとおっしゃってるわけじゃないですか。そう、会議録にしっかり残ってるじゃないですか。それと同じものを出してきておられるんだから、そこはいろいろあったけれど、そこぐらいはなんかもうちょっと謙虚なご姿勢があっても私はいいんじゃないかというふうに思いますけども、まあ、そのことやですね、今日最初に取り上げたインフレになっていけば年金の実質的な支給額が減るというようなことをですね、やはりこの国会の審議を通して国民の皆さんに私はよく知っていただくことが必要だというふうに思いましたので、今日こういう質疑をさせていただきましたけれども、ぜひ謙虚な姿勢ですね、今我々修正案も出しておりますので、修正案のへの歩み寄りも含めてですね、また審議をお願いしたいということを最後にお願い申し上げまして、時間が来ましたので私の質問を終わらせていただきます。